主催者の工藤文江さんよりお話があります。工藤文江さんのプロフィールをご紹介させていただきます。1965年千葉県松戸市に生まれ、10歳から吉川で育ちました。2007年から家庭問題と心理カウンセリングの業務を始め、相談件数は1000件以上、週刊誌やテレビなど活動の輪を広げていきました。長い間不眠症で苦しみ、薬の副作用で大きく体調を崩した後、苦しい弾薬を経験しました。薬害を世に伝えたいという思いから、電子書籍、薬に殺されてたまるか、薬害という地獄からの生還を出版。離婚問題、親子問題を主体としていたカウンセリングに加え、現在では向精神薬関連のカウンセリングにも力を入れています。それではよろしくお願いいたします。皆様改めましてこんばんは。何度出てくるんだって感じですが、これからしばらく、今回は社会読テーマが、社会読がテーマなので、私は皆さんに薬害のことをお話しさせていただきたくて少しお時間をいただきました。宇都宮先生のようにスクリーンで見ていただくものを作成していないので、20分間スピーチでいきますので、聞いていってくださればありがたいと思います。私は今こんな風に、講演会を主催して皆さんの前に元気に立っていますが、去年の2月には生きるか死ぬかという状態でした。去年の8月は先ほどお話しした通り、暑さに対抗できる体力がなくて、ほとんど外に出られない生活をしていました。そうなった原因は病気じゃないです、薬です。私6年間睡眠薬を飲んで寝ていました。で、長い間つけられていた病名は不眠症と不安障害です。不安障害というのは病的に何を見ても不安になってしまうというものです。で、今日はそんな私が薬をやめるに至った経験と、その後思ったことなどを少しお話しさせていただきたいと思います。私、6月に先ほどからお話が出ている、薬に殺されてたまるか、薬害という地獄からの生還という電子書籍を出しました。これ PR です。一番聞いてください。で、ちょっとここで CD のことを、これについてお話をさせていただいちゃいますが、先日までは、Kindle 版っていうのと PDF でダウンロードしているものだけを発売してました。ですが、何人もの方に本が読めないんだと言われたんですね。で、それはうつ病の方、うつ病と言われている方、それから薬を飲んでいる方は、難しいんです。集中力が続かないんです。長い文章、私こう今日こういう原稿持ってきてますけど、こんなの見たらうっと思うんです。なので、その気持ちが一番わかるのは私じゃない。気持ちがわかるんだったらどうにかせよ、ということでこの CD ロムには音声版を入れました。全部私音読しました、頑張って。で、音声版なので、普段本を読む時間のない方にも、パソコンとかで何か流しながら聞いていただいて、気になるところだけでもちょっと戻して聞いてもらえたらなと思って、これを販売させていただきます。なので、薬害というものがどんなものなのか、薬に関係ない方にも手に取っていただけたら嬉しいと思います。で、そこに自分の弾薬体験を全て書きました。どうやって死にそうになって、どうやって生き返ったかという体験です。で、今日はその中身を少しお話ししたいと思うのですが、まず私が薬をやめようと決心したのは、私本気でこのタイトル、脅しじゃないんですね、私本気で薬で殺されると思ったんです。で、それはどうしてって言われるととても困るんですが、本能的に思いました。ある日突然、自分のこの具合の悪さは薬じゃないか、このまま薬飲んだら私死ぬって思ったんです。で、それは一昨年の末のことです。で、完全弾薬できたのが去年の4月です。で、それからいろいろ、この死ぬかもって思ってからいろいろ調べたんですね。で、なんだか本当にいろんなことに気がついてきました。おかしなもので、1個洗脳が解け始めると、どん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 解けるんです。
で、私宇佐先生とは Facebook でもう結構前からお友達なんですよ。で今じゃあもう友達枠は常に満杯でしょ。で、フォロワー7万人ですか。ね、聞いてないしね。で、ホリエモンより上ですよ。Facebook ランキング11位全国で、すごいよね。でも私が宇佐先生を知った時ってまだまだお友達枠は空いてるし、何せフォローするのボタンがないんですよ。フォロワー7万人集めてる人がね、その時フォローするのボタンがなくて、私見ず知らずの人とお友達にならなくていいタイプなので友達リクエスト送りたくなかったんですけど、フォローするのボタンがないので仕方なく、ボタンないから友達リクエストしていいですかってメッセージを送ったんです。でそしたら、こんな気違いでよろしければどうぞっていうお返事をいただいたということで友達になってました。だったらもっと早くね、いろいろ気づけると思うんですけど、もちろんね、宇佐先生に友達になってもらったのは、この人精神薬に関していいこと書いてるなと思ったんですよ、カウンセラーとして。でそれはカウンセラーとしてなので、子供とかに十何種類も薬飲ませるのおかしいでしょっていうふうに思ったんです。でも私は別、引っかからないです。でその当時私7種類飲んでました、薬。なのに7種類多いですよね、多いですよね。でも十何種類世の中に飲んでる人いっぱい知ってるので、7種類なんて可愛いじゃんと、私は少ない、軽い思ってたんです。もうそれがだから6年間薬を飲んでそれからやめたって言ってるので、もう6年近いですよね。でもまだ可愛いもんだなと思って、うん。でとやっと、でもそれが1種類が単剤なら2種類は多剤だよね、じゃあ私も7種類ってすごい多いよねっていうことに徐々に気がついてきたんですね。で薬をやめるときって離脱症状と私たち呼んでますが、いわゆる禁断症状です。でそれが、出ることとかって、そういうのはなんか私、仕事柄か知識があったんですね。でだから弾薬しようって薬に殺されるって思った時に医師の指導を仰ぎたいと思ったんですが、当時の担当医にはとても期待できる状況じゃないんです。でなぜかというと、ちょっと調子が良くなった時やっぱり薬は減らしたいとかやめた方がいいという知識はあるので、先生私も薬いらないんじゃない、もうやめられるんじゃないって何回も言いました、私6年間の間に。でもね、その度にね、いやあなた薬飲んでるから今こうなんだよ、やめるともっと悪くなるよ、仕事なんてできないよって言うんです。脅しですよねこれね。でも言われた本人は仕事できなくなると困るし、日常生活を、続けたいので飲むんです、真面目に。また病んじゃう人って真面目ですからね、私もですけど、なのでとても飲むんです。そこで笑わない。でだから新しい人を探さなきゃと思ってあちこちの病院回ったんですけど、またこれまたなかなか理解してくれる病院ってないんです。で薬やめたいって言ってるのに、いや具合悪くなったの勝手にやめたから、だからまた薬飲めばとか、いや元の病院に戻ればとか、私何件も病院喧嘩して歩きました。で行くところがないよと思って、で紆余曲折あってやっと宇佐先生のところに行ったんですね。で当時宇佐先生は御徒町の DT クリニックではなくて茨城県の牛久という田舎で牛久東洋医学クリニックでしたっけ、ね、っていう怪しげなクリニックだったんですよ、東洋医学クリニック、駅前のね。で怪しげなクリニックに怪しげな医者でしょ、怪しいなと思いながらね。でも一回見てこの人信じようって思いました。で私も宇佐先生のところに行った時には昼間の薬を、何種類か飲み忘れて、で飲み忘れてるってことは必要がないということなので、そのままもう飲まないってしてたんですけど、でそしたらもう離脱症状ひどくて、もう自力じゃ歩けませんでした、めまいとかもひどくて。でそんな状態でクリニックに行ったので、言い忘れちゃいけないことがあったらいけないなと思って、でそのまでの経験とか薬の経緯を飲んでる経緯とか状況とかを全部宇佐先生のところにプリントアウトして持ってったんですね。でこれは私の電子書籍にも書いてあるんですが、で薬を飲むようになってからできなくなったこと一覧、
ていうのを出しました。で、私薬を長年飲んでるうちにどん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 できなくなったことが増えたんです。で、急にねドカーンって薬飲んで何かが急にドカーンと変わったんだったらさすがに私もこれおかしいなと思うんですけど、まあ、そうやって、すぐに薬をやめられる方も実際いらっしゃるんですが、私の場合そういうなんか薬をさ飲んで最初におかしいと思うことはなかったので、徐々にその6年間いやもうその前からちょっと精神安定剤とか飲んでいたので長年飲んで徐々に悪くなってくるって分かんないんですよ。なんか病気だって言われてるんでね。でそれで分からなくて、それこそ今アイスバケツリレーで有名になってる ALS で筋肉が徐々に動かなくなったのと同じような感じです。でしかも自分は病気なんだって何年も思ってるんで、もちろん本人もそうだし家族もね、だから、気がつかなかったんですけど、その時内海先生のところに行く時にはもうだいぶ洗脳が解けてたんで、私は薬を飲み始めてからこういうふうにできなくなりましたっていう一覧を挙げたものをちょっとご紹介してみたいと思います。薬を飲み始めてできなくなったこと。1、ひどい偏食や食生活の乱れ。これねすごいです。生半可な偏食じゃないです。私数ヶ月の間一番病状がひどかった時ですが、固形物はたったの2種類しか食べられませんでした。数ヶ月ですよ。でもあんまり空腹だとフルタイムで働いていたので胃液も上がってくるし、なんか調子悪くなって嫌なの で薬も飲まなきゃいけないしっていうことで、朝は栄養ドリンクと薬、昼はビタミンゼリーと薬で、夜だけ固形物を食べるんです。ただその固形物がグランチュールというチョコレートが挟まったクッキーみたいなやつと札幌ポテトバーベキュー、この2種類で私数ヶ月行きました。もちろんガタガタと痩せますよね。もう病院で先生ダイエットは大変だけど痩せるのは簡単だねっていう名言を残しました。私本当ねそれぐらいね、でも他のもの受け付けないんですよ。食べたいとも思わない、痩せ別にダイエットしたいと思ってるんじゃないけど、なんかね平気なんですよね。でもちろん家族は心配して食べるって言われるけど、食べるって言われると切れるんです。今度食べられないんだからしょうがないでしょ。毎日喧嘩してます。食べるって言われるたんびもうおかしいですよね。で2、料理ができなくなった。私数年間料理できませんでした。もともと嫌いな方ではないです。包丁持てないんです。でそれとたまにはやっぱり母親なので娘に何か作ってあげたいと思って冷蔵庫開けるんですが、冷蔵庫開けて材料が入っているにもかかわらず何作っていいかわからないって泣くんです。手つけられないんです。そういう状況でした。3、犬の散歩に行けない。4、買い物に行けない。ついでにゴミ捨てにも行けませんでした。ポストにも行けませんでした。今いわゆる引きこもってました。ほっとくと10日ぐらい家の中にいました。家の中で入院してるってよく言ってましたけど一歩も出れませんでしたね。5、風呂に入る気力がない。入る気持ちが起きない。でお風呂って結構疲れますから、これね決心しないといけないんですよ。うつの人そうなんです。結構体験してる人に聞くと同じこと言いますね。で誰かに会う時だけシャワーを浴びて済ませる。湯船に入ったのは私大学始めてから何年かぶりかで入りましたね。6、物忘れがひどくなった。ひどい時は病院の予約のカレンをちゃんとカレンダーに書いてるんですけど、その予約カレンダーに書いた行為を覚えてないので、もうドタキャンなんて普通です。よくやってました。もともとは記憶力悪いことはないです。で7、足を立てて寝ている。一晩中寝返りを打たないので腰が痛くて起きられない。これね睡眠薬を飲んで寝てたからなんですが、普通膝立てて寝ませんよね。できる方いたら教えてください。いないですよね普通で。ねそれがね気がつくと膝立ってるんですよ。体育座りみたいな膝だけね。でつまり体は休まってないんです。薬で気絶してるだけなので。睡眠薬って麻酔だって私は言ってますけど、
最近それ、まあ、薬やめてから気がついたんですけど、全身麻酔を錠剤で飲んでるのと同じだって思ってますから、うん、でだからいつも毎朝体痛くてね、朝起きると鎮痛剤を必ず飲んでました。で8、吐き気が続く、これも副作用ですね。で9、睡眠薬を服用すると性格が変わる、寝る直前の記憶がない、突然の寝落ち、この寝落ちがまたね、これでいつも騒動を起こしてました。で私去年の11月までタバコ吸ってたんですが、で、ある日ふと、それもある日ふとなんですけど、うん、ちょっとタバコやめた方がいいかなって一言言ってからばったりやめたんですが、で、薬を飲んで自分ではすぐに効くっていう意識がないんですね、慣れちゃってて。なので本当はお布団に行ってから薬飲んでくださいって散々言われるんですが、みんな大体ね、薬飲んで普通に、まあ、眠くなるまでは行動するんですよ。自分は眠れない人間だとも思ってるんで、でそのままこたつに入ってパソコンしてるんですね、タバコ吸いながら。でそうすると知らないうちに急にカッて来て寝落ちするんですよね。でこのパソコンのここの部分、マウスの部分、私のマウス、ここ焦げてます。で当時の携帯の待ち受けも溶かしました。でこたつのここも焦がしました。で早朝夫が起きてきて、そんな私の姿を見つけて、いい加減お前が燃えるからやめろと、毎回怒られてました。で私をも起こそうと思うんですけど、気絶してるんで起きられないんです。なのでズル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 引きずられて布団に連れてかれる、そんな感じでしたね。で、睡眠薬が効いてくると異様に何かが食べたくなる。これ私カルシオンという薬を飲んでたんですが、カルシオンの副作用というかそれでよく起きるらしいです。ではハルシオンって聞いたことありますか？あります、ね、すごいな、話してる。でこれって、昔よく事件とかでねニュースになって、それでよく皆さん知ってるんですけど、効きがいいんでね、私は入眠剤にハルシオンで、もっと長く寝るためにロフィノールっていう薬を飲んでたんですけど、もうそれぐらいだから眠れないっていうことは、まあ、異常にね、私70時間とか起きてたので、ほっとくとなんでもう病的に眠れなかったので、まあ、それはそれでしょうがなかったと思うんですけど、で、うん、カルシオンでこんな風に夜中よく半分眠りながら食べてましたね。でそれから、クインケフシュの、クインケフシュの頻発って、クインケフシュっていうのはジンマシンの塊というか、この表面のジンマシンじゃなくて、組織の深いところでジンマシンができて、こう目とかボンって腫らしたりすることがあるんですけど、それ口の周り、口とか目の周りは有名なんですが、ここに出る、自家製。急にこうやってね、おだっこみたいなとこって腫れる。で、ジンマシンなので、数時間で消えるんですけど、これはね、ぶっちゃけ今でも残ってます。たまになんかジャ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 ってきて、で、この間、宇都宮先生に会った時に相談したら、ここ来る人多いらしいです。で、集中力の低下。でよくね、うつ病の人は集中力がなくなるって散々よく、ほんとネットにも書いてますけど、これね、うつ病じゃなくて薬のせいでそうなってるんじゃないかなって今では思ってます。で、まあ、こんな感じで本当にいろいろできなくなったり変化があったりっていうことに気がついたんですね。でもね、ここにあげたこれがね、薬やめたら全部なくなりました。さっき言ってたここがジカジカってするのが残ってるんですっていうのが残ってるだけです。あと全部なくなりました。料理毎日してるし、買い物行くし、買い物っていうか今はね、リハビリのために去年から私月金9時5時でお勤めに出てます。去年の10月じゃない、嘘、9月からで、これね、薬によって脳細胞が殺されるんですよ。で、それで記憶力悪くなったりとか頭働かなくなったりするんで、認知障害っていうね、後遺症も残るんです。私も残ってます。もうだいぶ改善されたんですけど、地図が読めなくなったりとか、だいぶ忘れちゃったんだけど、うん、なんかね、すごい
昔もう脳の機能が落ちたなって思うことがただあったんですね。で、内海先生に相談した時も、死んだ脳細胞は生き返らないから、でもね、人間の脳が数パーセントしか使ってないから、生き残ったね、もう眠ってる脳をね、どれだけ刺激して起こせるかだよって言われてたんです。で、そのリハビリのためにと思ったのと、で、社会の一コマとしてね、どれだけ通用するか、私の脳と頭が、脳と体が、でそれを試すには自分で仕事をしてるだけではダメで、もう自分で仕事してるとね、きつかったら休んじゃうので、で、もうお勤めに出ようっていうふうに出ました。で、今では平日の夜と土日にはカウンセリングを入れて月金9時5時で働いてるので、昔より結構ハードな生活になりましたが、うん、それでもなんとなく過ごせるようになりました。で、今ではそんな風にね、戻りましたけど、大学当時はものすごい禁断症状に襲われてね、もう私もう本当に生きるか死ぬかだと思ったんです。で、去年の2月には40度超えの熱を出して、筋肉の硬直もひどかったので呼吸困難で息ができなくて、息止まるっていう中で苦しくて救急車で運ばれました。これ言うとね、内海先生にアホかって必ず突っ込まれて笑われるんですけど、でもね、原因が分からなかったの。その時はまだ思い当たらないし、分かんないし、死ぬと思ってんだから救急車呼びますよね。で、助けてって言ったんですけど、みんな周りはインフルエンザだと思ったんですけど、インフルエンザの陽性がどうしても出ない。なので、なんか解熱剤だけもらって帰ります。でね、そんな風にね、うん、大変だったので、今明日も大変だろうなってとっても気持ちが分かるんですよね。結局は合法か違法かの違いです。うん、もうそれで、アスカの入り口もね、合法な精神薬だったらしいですから、それの強さを求めて覚醒剤に行ったらしいですからね、わかるんですよね。で、数ヶ月間辛い毎日でしたから、こんなに辛いのは死んだ方がマシだって毎日泣いてました。で、私ね、娘がいなかったら死んでたと思います。副作用とか後遺症に自殺燃料といって、自殺したくなっちゃうよっていうのが出るよって書かれてるんですね。で、それもあるので、死んでたと思います。多分夫はね、大人だからどうでもいいんですよ。だけど、やっぱり娘はね、この世に生み出した責任があるの で、ありがたいことに親大好きで育ってくれたんで、まあ、そういうふうに育ってくるのは私なんですけど、そんな子がね、突然母親を失ったら、この子の人生終わるなと。で、私の人生はいいんです、どうでも。でも、娘の人生を変えてしまう権利はないなと。だったら生きなきゃいけない。それだけです、私が今ここにいる。その思いだけで生き続けてきました。で、そんな思いで数ヶ月頑張って大学してみたら、私ね、病気じゃありませんでした。長い間、あなたは病気なんだよ、薬飲まなきゃ悪くなっちゃうよって言われたんだけど、病気じゃなかったです。今ね、普通に寝れます。で、もちろん睡眠薬を使って何年も寝てた人間は自力で寝ることを忘れているので、訓練が必要です。で、私もやめていく流れで訓練をしていったので、眠れるようになったんですけど、うちのクライアントさんでもね、アドバイスしたら一発で眠れるようになった人もいます。薬をやめた方が自力で眠れるし、やめないと自力で眠れるようにはならないです。で、薬を飲んでて落ち込むこともなくなりました。私ね、今でも娘に言われるんですよ。前の母はさ、私のこと母って言うんですけど、前の母はさ、すぐ死にたくなってたもんねって。そんな姿を10代の娘に見せてた母親ってどうですか。虐待ですよね、もうね。
で、それが今じゃね、台所で大きく私歌を歌ってますから、最近の母は毎日楽しそうでいいねって、で笑い声が増えるようになりました。で、長年の娘辞めることはそう簡単じゃないです。でも絶対に辞めた方がいい、絶対に元気になります。で、それはね、薬を長年飲んでた人間って薄々本当は分かってるんです。 1,2 年じゃダメです、洗脳またなかの。でも6,7 年、8年、10年選手のベテラン選手になればみんな分かってるんです。分かってるんだけど、薬飲まないと具合悪くなるっていう、それが禁断症状とは気がつかない、気がつかないけど、でも薬飲まないと悪くなる、具合悪くなるんだよねっていうのは口にします。なのでやめられないんですよね、やっぱりね。でもね、いつまで薬飲んでも病気治んないし、でましてやどんどん体が弱っていくし、働けなくなっちゃうし、遊びに行けないし、私もね、まだ禁断症状とか若干残ってます。1年4ヶ月ですから。でも飲んでた時よりはずっと良くなってます、生き返ってます。で、そういうことを皆さんに伝えたいと、この同じ思いで立ち上がった仲間がここにいます。そこで写真を撮ってくれている吉村明子、彼女 YouTube で、打つ薬多剤大量処方私の場合という長いタイトルのね、私いつも覚えられないんですけど長いタイトルの動画の作者です。で、プロのカメラマンです。なので今日はボランティアで撮影に来てくれました。で、そして受付をしてくれていた小渕真美子で、彼女は埼玉市で論破という社会力の問題などを勉強したり発信したりしている市民団体のリーダーです。で、私を入れて3人、私たちの共通点は弾薬した経験があるっていうだけです。3人採用経験全く違います。だから3人で語れば3つの経験を話できると思って、この度弾薬シスターズというのを作りまして、10月にデビュー予定です。皆さん応援してください。で、今日いらっしゃる方の中にも薬を飲んで当事者の方もいらっしゃると思います。で、そんな大変な飲み方じゃないけど、安定剤や睡眠薬を気楽に処方してくれるんでね、気がつかないうちになんか気楽に安定剤とか飲んじゃってる方もいるかもしれないですけど、思い切ってやめてください。薬飲んでいくことにとっつもありません。私、薬は本当にやめてよかったと思ってます。そのために内海先生に出会えてね、本当に感謝してます。大学頑張ったのは私です、内海先生がしてくれたんじゃないです。これよく聞かれるんですよ、あそこのクリニックで大学してくれますか。してくれないです。指導はしてくれますけど大学はしてくれないです。頑張るの自分です。ここ間違うとね、また違う穴に落ちます、で、うちのカウンセリングルームにはね、内海先生が怖くて嫌な方がね、抗生物質についてのカウンセリングに見えたりとかもするので、そういうことを話させていただいたり、もちろん逆にね、先生のクリニックにご紹介とかもしてます。私はね、内海先生に出会えてね、本当に人生変わったと思ってますか。でね、こういうことを言うでしょ、私この本本当にね、本でも、ね、すごい持ち上げたんですよ、全身全霊の力を込めてね。それがね、全部自分でね、こんな医者のことを褒めてくれてとか、またすぐそういうこと言って自分で落とすんですね、ひねくれもんだから。でももう信じて間違いないんだと私は思います。で、最後にね、今日いらっしゃってるお母さん方にお願いがあります。何があってもお子さんには絶対に薬を飲ませないでください。いつかね、子供が暴れて手をつけられないとか、そんなことがあったりしても、で、そういうことがあったりすると学校で薬を勧められたりもします。本当に実際私の友達、そうやって鑑別所とかの、もう本当少年院に行くか行かないかぐらいの問題を起こした子で、薬飲ませると病院連れてけど言われた人もいます。実際でもね、薬で解決しないですから、他に解決の道絶対ありますから、だから絶対に薬はダメです。家族が地獄に落ちます、ね、それだけはどうぞお約束してください。で、私はね、娘に辛い思いさせましたけど、
こんな母親の姿を見てたので、絶対にあの子は薬を飲まないだみたいな、それだけはね、一つだけ良かったなと思うことなんです。身をもって見せたので、薬飲んだらこうなっちゃうよ、見せたので、うん、良かったなと思ってます。精神薬はいいことないです、本当に。絶対に何があっても飲まないでくださいね、ということで私の話を終わりとさせていただきます。駆け足でお話をしたので、わけのわからない話になってるかもしれませんが、ご容赦いただけるとありがたいです。どうもありがとうございました。